ギガ流の誓いを果たす。伊賀承知。忍びの残党やら野党やらの速攻だ。気をつけて進まねえと足を救われるぜ。穴山殿が先行して砦を押さえている。バカ、合流を急ぎましょうぞ。ああ分かった。何としても何かを変える。兄上の小石を次の日に繋がなくては。これは厳しい。味方が襲われているぞ。助ければ。私の態度を開くため、皆が各所で先行して戦ってくれている。こんなところで誰も失いたくはない。皆一丸となって切り抜けよう。待てよ。愛想な身なりのやつがいるじゃねえか。ぐるみ剥がしてやれ。敵に囲まれたか。味方を救えたようだ。この先の肘山城は守りが手薄のようです。そこを通れば伊賀を抜ける近道となりますぞ。伊賀者の罠かもしれません。そこを近道のようになりましょう。ならば、たとえ罠でも進むのみだ。開門。邪魔する奴らは残らず倒せ。俺たちの前に現れたのが運の尽きだ。じゃあな。やめろ。うわ、打ち死に。雨山殿が得られたか。開門。家康ってやつの首を取れば褒美がもらえんだ。あいつじゃねえか。行くぞ。私が邪魔されているようだな。ここは押し通るしか手がないな。これで少しは進みやすくなるか。この砦は我らが抑えた。ここからなら伊賀を助けよう。待てよ。おお、味方が新たな拠点を抑えたようだ。みんな、あの砦を目指すぞ。出るぞ。今こそ家康を討ち取れ。承知。開門。ノムシたちを討ち払え。死が目前だったというの。あの世はさぜやご無念であったろう。なら俺たちで無念は晴らしてやろう。それが生き残った者の務めだろう。見えた。わしの出番そい。何やら見よう。敵将を振ったり引かせていただこう。お見事にございます。やはり敵が潜んでいる。若を狙う敵は残らず潰しておかねば。まだまだ押してまいる。この程度では終わるな。
バカを狙う輩に目を光らせておかねば。半蔵に甘えるとばかりでは情けない。私もさらに奮起しなくては。わしの出番だ。先へ進まれば。承知。わしの出番。来たな徳川。ここは通さぬ。邪魔立てするか。倒して進むぞ。遅い。俺は武士って連中が大嫌いだ。受けてみよう。無様にもたれ死ね。おもち、とっくに死んだはずでは。とにかくこの地を死守せねば。さあ、やはり生きているのか。奴を倒さねば伊賀を抜けるのは難しくなる。開門。よし、これで先へ進める。防ぎきれぬか。申し訳ございませぬ。はい、そう。受けてみよう。しまさか。これだけは許せぬ。必ずこの手で打ち取ってやる。勝利条件変更。徳川家康。承知。信長を崇めてたあいつを見ちゃ少しは流入で下がるってことだ。徳川勢に追い打ちをかけろ。後ろに味方を呼び込めば家康様の伊賀越えもなるはずだ。この城を狙ってやがったから。覚悟しろ。受けてみよう。何としてもこの城を抑えたいな。承知。人いては厳しいか。味方が苦戦しているようだ。助けなくては。徳川の武士どもが逃げ回っているらしいぜ。人儲けできそうだ。行くぞ。早く味方と交流せねば。徳川勢だ。この場で討ち取ってしまえ。わしの出番。味方が戦っているようだ。急ぎ加勢してやらなくては。よし、これで援軍を呼び込めるぞ。お待たせいたした。これより我らも加勢いたす。開門。時はかけられない。急ぎ倒すのだ。周辺の敵は倒したが先へ進むぞ。助かりました。皆様、少しですが我らの食料をお受け取りください。おお、すまない。これでまた戦えそうだ。だわな、仕事にしようか。仕方ねえ、俺の手で始末してやろう。開門。まずい。あいつの鎧、上物じゃねえか。ありゃ高く売れるぜ。剥ぎ取っちまえ。ゲロウ、どちらも撃たれはせんぞ。
襲はやめだ。迎え撃て。貴様らのしぶとさは褒めてやるが、生きて伊賀を抜けられると思う。抜けてみよう。もち、奴を倒さねば伊賀越えはなるまい。この位置にかけ、奴を討ち取る。我が術天下無双なり。敵の企てを阻止できたよ。はい、よう、班長。懐かしき故郷にてめえの墓でも降臨したが、黙れ。若を陥れた貴様を俺は許さん。今日こそ地獄に落としてやるわ。武士の意地の通りを知ったことかよ。俺がまとめてぶっ壊してやるぜ。始末せよ。まだだ。俺の意地をぶっ壊すまで死んでたまるかってんだよ。